緯度,緯度、緯度、とは、経緯度、イコール軽度、緯度。すなわち、天体表面上の位置を示す座標の一つである。以下特に断らない限り、地球の緯度について述べる。緯度とは、緯度の予角。緯度は、その地点における天頂の方向と赤道面とのなす、角度で表される。赤道が、緯度0度となり北を北緯、南を南位と言い,い北極。 南極が90度となる。また北緯に、プラス、南緯に引く、マイナスをつけて表す場合もある。一度よりも細かい緯度は、一度イコール60分イコール3600秒と分割して表現する0.1度は6分となる。同じ緯度の点を結んだ線を遺線という。抜きとは、折り物の横糸の意味で、経意線を折り物に見立てたものである。メルカトル図法の地図では、 位線は赤道に平行な直線となる。軽線を、四五線というのに対し、四五線の対義語として言う、東と、鳥、西とを結ぶ線を、防有線というが、位線とは異なる概念を指す。太陽は、地上から見て、赤道直上を中心に南北に往復しているが、その範囲は、緯度二十三度二十七分までであり、この位線を海基線、北海基線、南海基線という。 また、緯度が66度33分よりも高い地域を、極圏、北極圏、南極圏という。一置帰りは、緯度1分の地球表面上の距離をもとに作られており、ほぼそれに等しい。地球は完全の玉ではなく、回転楕円体、平たたまで禁似する。しかし実際にはそれからも、わずかにずれている。そのため、完全な球であれば同儀である以下の定義にもさえが、 生じる。地球を回転大円体で禁似した時に、その地点における大円体面の法線と赤道面とがなす角度をチリードと呼ぶ。単に、井戸といえば通常この意味で用いる。以下では、チリードをフォーミュラ1、地球大円体の長半径、第3扁平率及び第1次新率をそれぞれフォーミュラ2、フォーミュラ3及びフォーミュラ4とする。 その地点と地球の重心とを結ぶ直線、および赤道面と出なす角の角度を地震移動と呼ぶ。地震移動フォーミュラ5は地震ードフォーミュラ1と以下のような関係にある同地点における地震ードと地震移動との差は当該地震ードを用いて以下のように表される。常識からわかるように地震ードとは最大で11分33秒程度、移動45度付近の差がある。 図のように、中心が地球大円体の中心と一致し、半径が地球大円体の長半径に等しい玉を考えたとき、地球大円体上の位置を当該球に地球の時点軸と平行に遮影した位置が示す、緯度として定義され、サラセイドフォーミュラ9はチリードフォーミュラ1と以下のような関係にある。なお、サラセイドはパラメトリック緯度とも称される。これは、 渦において点フォーミュラ12の座標値フォーミュラ13およびフォーミュラ14をそれぞれフォーミュラ9を媒介変数としてと表すことができることからアーサー・ケイリーが提唱したことによる玉への透析写像を与える意図として定義される成績度フォーミュラ17はチリードフォーミュラ1と以下のような関係にあるただしフォーミュラ20は赤道から チリードフォーミュラ1までの緯度体面積を表し、チリードフォーミュラ22における、地球大円体の四五線極律半径及び、ウトリ線極律半径をそれぞれフォーミュラ23、及びフォーミュラ24とするとき、で与えられる。赤道から、チリードまでの四五線湖調で換算される緯度で、球調緯度フォーミュラ26は、チリードフォーミュラ1と以下のような関係にある。 ただし、フォーミュラ29は、赤道から、チリードフォーミュラ1までの四五千個長を表し、で与えられる。フォーミュラ26をフォーミュラ1について、よりあらわに書き下せば、次のように表すことができる。地球ら円体上のいかなる位置においても、軽線方向と、移線方向の微小距離が等しくなるように換算された、緯度で、登場緯度フォーミュラ35は、 チリードフォーミュラ1と以下のような関係にある。ただし、フォーミュラ38は、グーデルマン関数であり、フォーミュラ39は、その逆関数を表す。等長移動は、メルカトル図法において、重要な役割を果たす量であり、地球大延体上のフォーミュラ41定の平行圏、遺線は、東映面において、フォーミュラ41一定の直線として写像される、ことになる。 玉井の等角写像を与える緯度として定義される。昇格緯度フォーミュラ42は、チリードフォーミュラ1と以下のような関係にある。その地点の重力に基づく、真上、延直方向、天頂方向と、赤道面がなす角度を、天文緯度と呼ぶ。天の北極、天の南極の高度と同じであり、主に天文観測で求めたため、天文の名がつく。実際には、 大気差によるズレが生じるため、大気差の小さい、真上付近に来る星を四五間で観測し、積位を測定して求めた。重力は等重力ポテンシャル面、ジオイド面の方線方向であるから、ジオイド面が地球楕延体面と完全に一致すれば天文二度と、地理度は一致する。しかし実際は、地下の質量分布が不均等であるため、ジオイド面が複雑に歪んでいる。 その影響で、天文移動と地理緯度の間には、数秒程度の差がある、延直線偏差。これに加え、赤道面の変化、すなわち、自転軸の変化が存在する、極運動。これは428日周期を持っているので、天文移動は常に、周期的に変化している。ただし数年幅の短期的な変化は0.5秒以下である。 それ以上の長期的な変化も存在し、地球全体の質量分布の変化が原因と考えられるが、現時点では長期的な予測は困難である。それでも GPS など長い距離を正確に測る手段がない20世紀前半までは、これが最も正確な測定方法であった。測地学的度を、地リードと同じ意味で、もしくは地球大円対面上の問題であることを、 強調するために用いることがあるが、ここでは、地理ドと分けて、用語を設定し説明する。大雑把に言えば、地図から読み取った井戸と定義できる。その時点での測量技術に基づきもっとも正確に求められる井戸であるが、あくまでその時点の技術水準に依存する。20世紀中においては、首都の天文台での観測結果をもとに測地系と地球大円体を先に決めた上で、 その地点までの地上測量をもとに決定した色である。その地点の重力の歪みの影響は直接受けないものの測地形決定のために言った測量のズレ、日本で言えば東京での重力の歪みや採用した地球楕円体の誤差の影響を受ける。GPS も VLBI もない20世紀初頭には地球の正確な形状、地球重心の位置、 重力の歪みなどを正確に測定する方法がなく、即地学的緯度をもって、地理緯度とみなすことが多かった。地球の四五線周長は、約4 0 0 8トルである。すなわち、平均的にはと求められるが、実際には、地球は回転楕円体に近い形をしているため、緯度によってわずかながら、緯度1秒の長さに違いがある。ちなみに、海里は元来、 緯度1分の長さであるが、より正確には、緯度45度における緯度1分の四五千0個長が、カイリの元々の定義になっていた30.869938メートル毎秒イコール1852.196メートル分。ただし、この数値は、現今の GRS80 によるものであって、カイリの定義を定めた時には異なる値であった。 緯度1秒の長さフォーミュラ45は弱目している。地点のチリードフォーミュラ1に依存し、地球大円体の赤道半径、長半径をフォーミュラ2、離心率をフォーミュラ4とすると、近似的にと表される。地球大円体として GRS80 を採用した場合、フォーミュラ50イコール、 正確に6378137メートル、フォーミューラ51イコール0 0 0 6 6 9 4 3 8 0 2九9 0 0 7 8 8近日である。GRS80 地球大円体表面上の代表的な地点及び日本周辺の緯度における値を上記の式によって計算した結果は次の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。